荒木虎三郎荒木荒三郎荒木荒三郎から1942年1月28日は日本の医学者。京都帝国大学総長、学習委員長や数密顧問官を歴任する。1866年に上野国薄い群板花塾に獣医の次男として生まれた。11歳の時に東京に留学し、萩原塾に学ぶ。 1882年東京帝国大学医科、大学別科医学科に入学。1887年同科を卒業後、教理で医師として家業を継ぐ。その後1888年に上京し、東京帝国大学医科大学生理学教室の大沢健治教授のもとに入門。1889年4月、シュトラースブルク大学へ留学。 ホッペザイラー教授に指示し、生科学を学ぶ。1896年1月、第三高等学校医学部の生理学、衛生学教授となる。1899年9月、京都帝国大学医科大学医科学、講座担当教授となる。1903年には、京都帝国大学医科大学長となる。1914年4月28日、 京都帝国大学総長事務取扱いに就任し、同年8月19日まで務めた。1915年6月15日に、京都帝国大学で、初めて公選により、総長に就任。京都帝国大学総長在任中の1920年12月27日には、帝国学士院会員に選定される。1928年6月11日に、 フランス政府から、グランオフィシエドラゴンドランラン勲章を受け区。早朝辞任後の1929年に、京都帝国大学名誉教授となり、同年10月には学習委員長に任命される。1937年4月に、枢密顧問官に信任される。1937年2月1日、訓位等極日大受章を受章。 1942年1月28日共振症のため救性万75歳ぼうつ、同月30日生2位に除される。彼の研究には生科学と分子生物学の発展を支える基礎となる業績が見受けられる。一つには酸素欠乏時の動物体内における乳酸形成の研究があり、乳酸の生成を 筋肉の無細胞抽出液により証明している。これは、後の解答形代謝の解明につながる、生化学研究の重要な基礎を成したものと言える。また彼は、腸粘膜に DNA 分解酵素ディニスが存在することを初めて発見した。後に遺伝現象を担う物質が DNA であることを証明するためにこの酵素がその手段として利用され、これにより、 分子生物学の基礎が形作られることになる。ありがとうございます。